今回の30秒2種目ができないとやばいです。皆さんはなんとなく動画をやって痩せていってるかわからない道を歩みたいですか？もしくは痩せるために大切な順番を踏んで正しく痩せるために一歩ずつ進みたいですか？今回は後者の方向けの動画になります。正しく痩せるためには胸、背中、腹部、この3つの筋肉の深層にある筋肉を鍛えなければいけません。これが弱ってしまうと内臓が下がってお腹が出たり、脊椎が正しい位置にならなくて姿勢が崩れてしまう。このままダイエットをしてしまっても姿勢は良くならないので、思い描いている理想のダイエットにはつながりません。今回はその3つの筋肉をしっかり鍛えるために、まずはテストを行って、できなかった方は今回のメニューを一緒に頑張ってみましょう。大切なのはまずは呼吸です。体幹を意識するときっていうのは息を吐きます。ですがプランクや腹筋、息止まってしまうよって方は体幹が弱い証拠なんです。実は息をしっかり吐くことによって力が入ります。今回は動きと呼吸をしっかり合わせてもらって、5秒の3回っていうメニューを行っていきます。難しくないんでやっていきましょう。まずは2種類のテストを行います。四つん這いの状態から右手左足を伸ばして15秒キープしたら入れ替えます。息を止めないようにいきましょう。スタート。この状態でキープ、あんまりグラグラねしないように頑張ってみてください。普通通り呼吸をしましょう。吐いて足入れ替えていきましょう。できるだけ手から足までまっすぐのイメージ、あんまり上がりすぎないように。OK です。テスト2種目目、手と足を同時に持ち上げておきます。それでキープいきましょう。スタート。このままキープです。あまり高く上げなくてもいいです。少し上がってればいい。呼吸は止めないように。息を長く吐きましょう。OK。きつかったりできなかった方は一緒にやっていきましょう。この後のメニューはどれも5秒間息吐きます。それを3回。膝ついたプランクからいきます。体を持ち上げたら息を吐く、なくなったら降りる。3回いきましょう。スタート。5秒吐きます。3、4、5。動きを真似して2、3、4、5。1、2、3、4、5。 OK です。息止めないようにいきましょう。今度は膝も浮かせます。真似してください。行きましょう。スタート。2、3、4、5。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。 OK です。次は四つん這いです。まずはつま先を立てて手足伸ばして戻す。3回です。いきましょう。と1、2、3、4、5。息しっかり吐いて1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。反対いきましょう。1、2、3、4、5。しっかり吸って吐きます。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。 OK です。次は膝です。膝と同じようにいきましょう。難しくなります。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、
1、2、3、4、5。反対いきましょう。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。 OK です。次は上を向いて寝ましょう。足を抱えて少し伸ばしたら息を吸って吐きながら抱えます。真似してください。いきましょう。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。 OK。 次は手で頭を持っておきましょう。で、反対の手で膝を触る感じです。いきましょう。真似してください。スタート。1、2、3、4、5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 。 OK です。反対もいきましょう。手遠くに伸ばして1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。 OK。 それではラストです。今度は足を少し前に出しながら体を起こして起こします。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。3、2、3、4、5。 OK。 今回のメニューが、初めにできなかった2種目ができるようになるためのメニューです。このメニューができてくると、ほとんどのメニューのフォームが良くなって、姿勢が正しくなって、気になる部位が減ってきます。そうなると普通にダイエットをするとスタイルが良くなりますんで、気になる部位があるよっていう人ほど、このメニューを定期的に続けてください。目安としては2日に1回が目安です。一歩ずつ前に進んでいきましょう。やった人はコメントください。